いきますよ。32321おはようございます。本日は夏の25日でございます。オーケーということで、本日は夏の25日なんですけど、ちょっとアレンジ入れちゃったかな。ございます入れちゃったけど、今日は何をするかというと、馬を買いに行こうかなと思います。パート2でね、出会った馬をようやくパート58かなでようやくお家に連れて行きたいと思います。それで馬をね、連れてくる前に結構家の周りをですね、整地したので、それを見てから行きたいと思います。ってことで、まず家の周りご覧ください。それまた前にちょっと準備、一応手綱って何がいるの、雲の糸いるっぽいね、とあとこれサドルと馬鎧、これね、これをちょっと一応持っといて、周りの説明いきますよ。じゃーん、これ結構変わってない？これ結構変わったでしょ。説明すると、ここの今ね、ここのものすごく剣振ってるここら辺に羊小屋というか、羊の飼ってたところがあったと思うんだけど、ちょっとかっこ悪いなということで、プラスちょっとね、そろそろ羊たちがかわいそうかなっていうことで、ここにこっちね、ここ、まあ、こっちから降りてもいいんだけど、ここに建てました。これね、でちょっと羊も増やしてみて、こんな感じ。ここいいでしょ。でここに牛もいいかなと、向こうにね牛小屋あるんだけど、牛もいいかなと思ったんだけど、とりあえずここに牛はね入れようかなと思ってて、あとまあ鶏もね、コッコちゃんも連れてこなきゃいけないんだけど、まあ、ここは前と変わらずサトウキビとカボチャなんだけど、一応ねこっちも少しだけおしゃれにしまして、ここはねちょっと秘密のね、なんか置物をねちょっと置こうかなと、大切なものを保管しようかなと思ってて、ここ犬の小屋でございます。ここのねドッグランをですね、ちょっと形もね変えようかなということで、今一回崩してこんな感じ。動画外でどれぐらいだろう、1時間半いや2時間ぐらいなんかぼーっとしながらやってて、もちろんねそれも楽しいんだけど、整地しながらこう整地した土を他のところにこうね使ったりしながらしててやってたんだけど、こんな感じね、こんな感じ、まあ、だから向こうのね家の方はまだ中とかねできてない部分はあるんだけれど、一応ねこういう整地ねしてみたので、でねどこにね何を建てようかなと思ってるんだけど、向こうの山のね上のところに、自動のね回収式畑を作ろうかなと思ってたんだけど、もしかしたらここらに建てるかもしれない。なんかここのね地がすごくいいなと思ったので、ここら辺にこう自動回収式作って、ちょっとここを街道というか道にしようかなって思ってるので、まあいろいろとね整地してみると、ここにこれ立ちたいなとかいろいろと思うところがねあるので、なんでお前ここにいるの、まあいいや、ちょっとスイスイということで、こんな感じね、こんな感じ、よしということで、早速馬を捕まえに行きたいと思います。多分ねこっちで合ってるはず。多分パート2の時に見つけた牛だから、パート2はねおそらくねこう横、こっちからこう横に向かってね家に帰ってきた記憶があるから、こっちだとは思うんだけれど、あ、そうだ、あとね昨日やられた廃校だよね。で改めて探しまして、ダイヤモンド2個追加でゲットできたので、合計何個だ？ 5 個今ねダイヤモンドが手元にある感じなので、ピッケル作ってもね2個余るのでちょっと安心してる。天然物のねダイヤモンドは全然見つけてないんだけどこのワールドで、まあでもね結構ゲットできてるので OK。 まあなんとかねよかった。鉄も結構集めたので、あれどこだったかな、ここら辺にいたと思うんだけどな。ここら辺、こっち、あれここら辺、あれ馬食われた、馬って馬って食われることないよね。あれいないんだけど、ここにね白い馬がいたような気がする。でちょっとね頑張ってね編集してね、まあ昔はほら編集の練習もねありながらこうしてたんでちょっとあれなんですけど、おいた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 、いました、白馬、うふいたぜ。これにこのサドゥールとこの馬鎧をつけるの。白に金かなんか合わない。あーでも白は何でもか、来た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 、つけてつけろと、俺につけろと。おすごい、鼻をこしりつけてるよ俺に。すごい鼻をね俺にこしりつけてるけど、つけていいんすか、いいんすか。ああ嫌って、まこれが先かな、先に乗らなきゃいけないのかな。じゃあ先にちょっと乗ります。素手で乗るんだよね。はーい、多分下ろしてくるので。わあ嫌われた、もう一回ポチッ。おお早い、嫌わないでくれ。おおちょっとやさまる首の方向ちょっときついけど、お成功、やったシフトで降りる。よしでサドゥールに、お音がいいね、いきますよ。あ、俺これ好き。あ、怒った、ごめんね。お、いいいいよ。おーすごいね。あ、ごめん今のごめん。あ、これはさ馬走るとこ作ってあげたいね。ここもスペースをして、素晴らしい。はい、オッケー。タンポポじゃなくて、これなんだっけ、ひまわりの、あ、ちょっと待って、危ない、夜が来る前にピースフルをねハードに買ってきました。危ない、結構ね2時間ぐらいやってたから、最初の30分ぐらいは普通に気づかずとか、ハードでやってたんだけど、ちょっとね結構人参がね、おー久しぶりっす。キャロジンは今いなさそう。人参の減りがひどくてちょっとピースフルにしようってしてたんですけど、ムラソンさんはいないの。せっかく、おおすごい今のジャンプ、おおピヨーほーいきよピヨー、あすげえ。あ今のはそんなすごくないな。こっちか、月が昇る方向に行けば帰れるので、お触れる、よしかかってきやがれ。まあなるべくは来てほしくないんだけど、でもね1段の段差とかだとそのままボタンも押さずに行けるので、1段だったらボタンを押さない方がもしかしたら早いかも。あ、全然早いな。すごい夜道探検もこれであれだね。せいほら、あほら馬に向かって何してんだよこの野郎。よしオッケー。ちょっと馬やられたんでちょっとぶつぶしに行きたいと思います。よし柵越えられないんだね。嘘。お、超えられる、全然超えられんじゃん、最強。私はちょっと戦っていきたいと思います。戦ってきます。こいつはねあそこのお家の下のとこからねちょっと逃げてきたやつね。いきなり逃げてきたからびっくりしたけど、さっき馬やったやつはどこじゃ、夜道探検じゃ、おら。オッケー。今日はちょっと一回も後ろに下がらないでやってみよう。あ、どうだ。ほら、絶対さっきのやつだ。あ、待って待って、下がる下がる。下がります。なんで下がるかって、お前だな。なんで下がるかというとね、私ね、防具をつけてね、ずるいぞ。よし。よし。オッケーだ。お。なんか弓落ちなかった？落としてないか。いたぞ。おお、ブラブブラック、ブラックディメンション。ブラックディメンション、危ない危ない、ブラックディメンション。あ、ブラックディメン。おわる。死ぬ死ぬ、ブラックディメンション、危ない。タイさん、タイさん、俺の HP がやばかった。危ない、ちょっと人参食べます。人参食べる。あ、あ、あ、危ないよ。じゃがいも。周り見てよ、周り見てよ。ブラックディメンションがいないよね。よし。後ろから、ああ、気づいた気づいた気づいたよだ気づいたよだ。おお、見失、ああ、やばい、一発強、お、あ、パスティ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 あげる、パスティあげる、パスティあげる。あああ、危ない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 。ちょっと回復、ちょっとね、ここの周り最悪だね、最悪だね、ここどうしたの。おお、見てる見てる見てる。家政婦は見たみたいな。あ、来た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 、攻めてきた攻めてきた攻めてきたよ、これだいぶ攻めてきたよ、これ。よし、オッケーオッケーオッケー。ということで明日は何かしらの施設を作り始めるっていうことでいきたいと思います。今日はね、本当にあっさりしたパートでした。あっさりまったりとしたパートでしたが、おそらく時間もまったりしたパートだと思うので、あしからずよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。シャキン。シャキンポーズが見えません。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック。スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。